はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ主人公ごっこやっていきましょう。主人公ごっこをね、本日もねレギュレーション専用ハイランダーデッキのご紹介でございます。ハイランダーっていうのは、同盟カードを全て1枚しか詰めないよっていう、ルールで戦う、まあ特殊レギュレーションなんですけど、今ねレギュレーション戦っていうのがデュエルリンクスで開催されてまして、まあ神ゲーなんだけどさ、めちゃくちゃ面白いんですよレギュレーション戦。まあ環境が固定化してくると多分面白くなくなるかなと思うんだけど、今いろんなデッキと当たれるから多分結構面白いなと思ってて、でやっぱ自分の運命力が試されるんですよね、あのレギュレーション戦っていうのは、ハイランダーっていうのは。で今日は主人公ごっこをしていく、そういうデッキです。ブラックマジシャンデッキ、アニメとか原作とかで闇遊戯さんが使っているデッキって多分だけどハイランダーだと思うんですよね。あれだってさ、同じカード2回出てくることないじゃん。だから多分ハイランダーデッキ回してるんですよあの人。ってことは僕たちも回せるはずなんですよ、デュエリストであれば。ハイランダーブラックマジシャンデッキを、もちろんジンとかナビゲートとかブラックマジシャンなんて1枚しか入ってないから除去されたらもう使えませんよ。ブラックマジシャン除外されたら結構きついですからね、これね、このデッキなんですけど、いける、主人公力が高ければね。でね、これ使ってみたんですけど、ルームで、ハイランダールームで、なんかね、そこそこ強いんだよねそこそこいけんのよ。なんか環境が良かったのか知らないけど、勝率多分6割とかくらいはあったんじゃねえかな。なんかクソ事故りそうじゃん見た目。なんかね意外となんとかなんのよ。で今日はまあ構築いろいろ変えながらやってたんですけど、ブラックマジシャン、はもちろん主軸になってるんだけど、他にもね闇遊戯くんが使っていた強いカードっていくつかあって、まあ例えばブレイカーとかね、ブレイカーこれ魔法トラップカード割れるカードね。それからマハードね映画版のねマハードさんとか、あとまあ表遊戯さんの切り札のサイレントマジシャンとか、この辺のモンスターたちをうまいこと使って、ね、ブラックマジシャンを活躍させながら、魔法使い族ビートをしていくということですね、基本的には。はい。で、やっぱりね、これが出せるのが強いね、このデッキね。ティマイオスのマナコ頑張れば、引けるんで、ディスティニゼロとかあるんでね。なんで、ブラックマジシャンを変身させて、キャバレリー出しておけば、キャバレリーはやっぱ環境的にすごい強いので、なかなかね、このデッキの切り札としてはすごい優秀かなと思ってます。はい。で、スキルは、これスキルがめっちゃ強くて、やっぱディスティニドローなので、好きなカード引いてこれるんですよね。もう1枚で解決できるカード、このデッキあんまないので、まあそこは微妙かなと思うんだけど、まあ、ディスティニドローでマハード引いてくるっていう超かっこいい動きもできたりするんでね。まあそういうね、闇遊戯ごっこ感をね、出して、デュエルをしていきたいなというふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ね、多分まあハーピーだろうな。はい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 。お前は、まあ、トラミッドはもういませんからね。ハイランダー対決にはね、多分ね。俺のターン。トラミッドモンスターそんなにいないしね、そこもね。行くぞ。カリバーンのちょっときついなこれ。攻撃。まあ、これ杖引いてるの強い。杖とジン引いてるのめちゃくちゃ強いんだけど。これで。これナビゲート持ってくるしかないんじゃねえかな。ナビゲート持ってきといて、あとカーテンでもいいのか。私の投資はカーテンでもいいね。言うてね、これこうするしかないんじゃない。でサインマジ出しといてエンドじゃない。これでいいと思うんだよな。で次のターンブラックマジシャン引っ張ってこれるから。ビジョンリリース知らないでしょこれ多分。いやこれハイランダーでそんなにめちゃくちゃやばい展開されることないんですよ。チャネラー入りされたからあれだけ別だけど、チャネラー入りだけやめて。ドロー。いや多分耐える、多分耐える読み、耐える読みプレイング。ハーピスト OK、 ハーピストハーピーのハイボ OK。 いやカリバ割ってくんねえかな。ヒステリクさやばい、強すぎる、やばいやばいやばい。カリバ残ってるか。いやクセラキではね意外と相手カリバ勝ち割ってくれること結構あるんですけどね。チャネラやばい、次のターンめちゃくちゃやばい展開されるっていうことですよね。でオラクルいいだろう。オラクルチャネラダンサーでなんかもう一枚ある。展開はされない。でこれで一応つかコズミック来たのは強いな。コズミック来たのは強い。カリバーで割られなければ一応なんとかなるんですよ。コズミックサイクロン発動。いやもうこれカリバ説あるけどね。これ
カリバ説あるよね。カリバ説結構あるね。リジョンセットして、リジョンリリースサイマジで、ブラックマジシャンサーチしてくる。でこれでジンナビは一応揃った。でこれで、サイケロンとかは発動できないから、ジンナビをそんなに簡単には割られない。そしてここで満を持して魔導陣を発動。さあ魔導陣の効果によってブラックマジックあたりを持ってきたいね。カーテンもまあいらねえなカーテンいらねえな、カーテンガチでいらねえな。ローブの方がいいな。でベールの方がいいね。こうしといて、でカード1枚セットして、これで、ジンナビのカマエンドで、サイクロンとかナイトショットとか止める。サイマジでオッケー、よし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 、私のターン。ドロー。シンクロ召喚とか飛んでくるかもしれないから、まあそれはまあしょうがないですね。でチャネラーは飛ばしましょう。チャネラーは飛ばそう。もうさあ来て、ハーピーチャネラー飛ばそう。それはこれは飛ばす。でブラックマジシャン特殊召喚して、トラップ発動。ウィッチ特殊召喚して、ウィッチをリリースしよう、ロットで。さあブラックマジシャンを特殊召喚、俺の切り札にして、最強の下でブラックマジシャン行くぜ。前俺の最強のモンスターをお前に見せつけてやるぜ。召喚ムービー見てるのちょっと若干なんか迷惑だけど申し訳ない。今俺は取れ高の方を気にしている。さあブラックマジシャンと黒き森のウィッチを特殊召喚していくぜ。ここだ、モンスターを。そして墓地のそこだ、あ、黒魔の王子の効果を発動。チャネラーは除外させてもらう。さらにその効果に遅延し、墓地のマジシャンズロットの効果を発動。マジシャンズロットはフィールド上の魔法使いモンスターをリリース。何トラップ発動。何あ、でもブラックマジシャンなんだ。ブラックマジシャンの方、なるほど。デモンズチェーン。何ブラックマジシャンを除外されてしまった。やばい、ブラックマジシャンを除外するな、やめろブラックマジシャン除外すんなし。お前さ、ハイランダーデッキでさ、除外していいからと悪いからの区別つかないのか。まあでもどっちかっていうと、まあ、サイマジ除外の方が嫌だったんで、まあブラックマジシャンでよかったかなみたいなとこありますけどね。これデモンチェーンされたところで別に破壊されれば、あのサイマジレベル8を出せるんでね。はい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 、オーケーオーケーオーケー、カードを引くぜ。オーケーオーケー、ま、マハード、マハードマハードを特殊召喚。そして魔導戦士ブレイカーを召喚。魔導戦士ブレイカーの効果により、お前のフィールド上の魔法トラップカードを1枚破壊させてもらう。あ、強いバトルだ、なんて強いんだ。行け、守護神官マハードでダイレクトアタック。守護神官強え、見たかない。これが本物の主人公力ってやつだぜ。実況者にもなるとな、主人公力が備え付けられているんだよ。もう5年もデュエルリンクスと実況してるからな。このゲーム5年やってるって結構変態だぞさあお相手の方、甘く見ないこと、ハーピー多いですね。やっぱりハーピー結構強いですよね。まあ割と悪くないんだけどな、反動三世か。いやこれね、カリバで割られるんだよな、あのジンナビが。それがもう本当に一番辛くて、でこれロットの効果で聖杯、それは強いねそれは強いね、それめちゃくちゃ強いね。割られるの嫌だな、ナビゲート割られるの嫌だから、こうそのままバトルするぞ。2000ダイレクトだなこれ。頼むぞ、ロッ、杖ビード、杖ビード、強、杖ビードでこれなんかお茶を濁していくしかねえ。ほんとカリバが強い、めちゃくちゃ。やっぱね、そのバックがいっぱい結構熱い環境になってくると思うんですよね、多分ですけど。バックは熱い環境になってくると思うので、っていうことは、あー、マリオ来た。なので、そういうことを考えると割とね、やっぱりサイクロンとかコズミックサイクロン入れるよりも、カリバでね、スキルで発動しておいたカリバでバンバンバックを割っていくっていう方が強いんですよね。行くわよ。こういう風にね、相手は伏せないっていう選択肢を取ってくるかもしれないから、結構で。ハーピスの効果も発動されていく。で、これでパフィーマンをおそらくサーチしてくる。これはなかなかにね、きついね。
まあ一応書いてる人なんで耐えられますけどね。はい、でパフィーマーサーチしてくる。いいだろ、よし行くぜ。いやこれ魂見せるしかねえぞ俺。ゼールゼールね。カードをセット。ディスティニードローさえさせてくれればワンチャンみたいな感じが。一応ナビゲートあるんで、ブラックマジャン引っ張ってきて、うまいよ、とまなこっていうことできるんで、ワンがありますけど、パピーマンはいい。カイトあるから多分知らん。パーピーの跳ねますよ、オッケー。跳ね休めるコストないでしょ。はい、オッケーです。で、ぶん殴られていく。1400はダメージ受けるよ。これで終わりよ。カイトロイドの効果を発動。カイトロイドは手札からぶん投げることによってお前の直接攻撃へのダメージをゼロにさせてもらうぜ。これが三好 G カードの実力。これは俺のターン。決して負けるわけにはいかない。スキル発動。ディスティニードロー。このカードにかける。ちなみにここで直接ブラックマンチャーを持ってきてるようでは主人公とは言えねえ。俺はここで黒の魔導陣を引く。黒の魔導陣の効果でブラックマンチャーを引っ張ってくるぜ。さあ魔導陣の効果を発動。俺の主人いやつえ俺の主人公能力を見せてくれる。これが俺の主人公能力。ギャンブルに勝っていく。リバースカードオープン。マジシャンズナビゲートの効果を発動。マジシャンズナビゲートの効果によって今モンスター効果発動。何 SC あ戻しちゃうのそれマジ大丈夫。あのジンの効果に全身戻すっていうパターンもありますけど、一応さあ行けブラックマジシャン。いやこれあれだな、ブラマジシャンブラックユーヨーにイリュージョン入れてくるんだよ。最強のしもべブラックマジシャン。かっこいい。目に物を見せてくれる。お前はもうハーピレディ SC の効果を使ってしまったようだな。そしてブラックマジシャンを特殊召喚し、これマジシャンブラックレジョン入れてくみたいな。俺なこれあんまり何出してもあんまり意味ないんだよな。あでもロットあるからあれか。あでも相手ダンジャーにかいんねえか。黒木もヌイチ特殊召喚しようしかないな。ここだ。ヌイチを特殊召喚。モンスターを特殊召喚。永続魔法。そして黒の魔導陣の効果を発動。お前のハーピーレディスクラッチクラッシュはゲームから除外させてもらうぜ。そしてマジックカードティマイオスのマナコを発動。俺はブラックマジシャンを一体のみ素材とし、このカードを使い融合召喚をすることができる。力を貸してくれ伝説の竜の魂よ。現れろ超魔導士ブラックキャバリーを融合召喚。行くぜバトルフェイズだ。行けブラックキャバリーの攻撃。超魔導月の書何今攻撃名考えてんだ。ちょっと待ってろ、ちょっと黙ってろ。ブラックキャバリーの効果サイレントマジシャンレベル8墓地の国対象に取る効果を無効にし破壊することができる。いけ超魔導騎士ブラックキャバリー超魔導 スパイラルシェイバーデモンズチェン対象に取る効果を無効にし破壊することができる。程度が上がってしまった。なんだそのカード1枚。残りの1枚なんだ。やばいぞ。残りの1枚なんだそれ。行くしかねえ。行け。アルティメットマジックスパイラルシェイバーヒステリックパーティー。何これこキャバリーの攻撃は貫通するぜ。くらえしゃこれが魂のティマイオスっていうカードの効果だぜ。俺はこのデュエルで見失いかけてたものに気づいたぜ。お前のパイオツがデカすぎたっていうことを見失った。さあお前の海の伝説なかなか珍しいスキルを使ってるじゃないか。俺は手札より黒マイスのカーテンの効果を発動。黒マイスのカーテンによってライフポイントを半分支払い、これが俺の切り札にして最強のしもべブラックマジシャン。来いブラックマジシャン。初手カーテンによってライフポイントを2000支払い、次のターンのディスティニードローを確定させていくスタイル。ブラックマジシャンが生き残った場合、T
ティマイオスの真ん中でキャバリーを出したら勝てるぜ、ほとんど。カードを1枚セット、カードを1枚セット、ターンを終了。さあ来いよ、ギャラクシーサイクロン。貴様なんかやるな、そのが許してやろう。ここじゃい、ほうほう、モンスターを攻撃表示で。マーメイドライト誰やお前。意味が聞くとしない限り、このカードは一緒のバトルフェール中に2回攻撃できる。やば、強い、装備魔法、普通に強い、やばい、やっばえやっば、しる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 、なんだよその脳筋デッキ。どうしたのじゃ、何を察知すればいい。やばい、ブラックマジシャンが死んでしまった。魔導戦士ブレイカーを持ってくるしかないか。魔導戦士ブレイカーであのカードを割るしかねえ。ダンキーの力とかやばすぎる、カードはあまりにも強すぎる。あれ割っていったらあいつの打点が高いんだけど、一斉に俺のターン。スキル発動、ディスティニードローを発動させてもらう。ディスティニードローの効果によって、待てよ、これ何を引いてきたら勝てるの。ペール引いてきてもライフコスト足りないじゃん。これマハード引いて、これでマハードの効果発動。このカードをドローした場合、このモンスターは特殊召喚できる。またすだな、マハード。そして魔導戦士ブレイカーを召喚。やべ、神ゲー起きそう。バトルフェイズですね、バトルフェイズ、バトルだ、行くぜ。マハードの攻撃、マハードは破壊された場合、墓地よりブラックマジシャンを呼び戻すことができる。再び現れろ、ブラックマジシャン。ブラックマジシャンちょっとこれ主人公すぎるだろ。これ魔導戦士ブレイカーの攻撃、ブラックマジシャンの攻撃、ブラックマジシャン、ブラックマジック、かっこよすぎるでしょ。これ女性視聴者全員生かした自信あるわ。